こんばんは。やーやー、こんばんは。いや、直前まで寝てたって失礼じゃない。寝てないよ、すっぴんです。寝てないです、全然、全く寝てないです。起きてました。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。え、寝てないよ、寝てたってめっちゃ言われるんだけど。失礼失礼、寝起きの顔ってことでしょ。バリバリ起きてました。めっちゃ10時まではレコ大さん見てて、そう、10時からもうなんか音楽番組があって、なんかアイドルのそのままチャンネル、そのままで、なんかアイドルの昔のアイドルさんとかの番組があって、25分ぐらいまで見ててリビングで、で上がってきて今です。全然起きてますよ。ね、寝てたって聞かれてね、寝てなかった時、まあ聞かない方がいいですね、確かに。で、寝たとしてもなんか嫌だ、寝てたって聞かれたら。寝てたとしても、たっくん雪だるまありがとうございます。目のコンディションは悪いです、まだ治ってない、右目。そうだよ、メール見てたらわかる。こんばんは。目のコンディションは悪いですけど、新春グッズ締め切り前にお知らせお願いしますって。え、今買ったらいいんじゃない。なんで、なんで今買わないの。もう締め切りまであと4日です。4日まで待ったら、3日か、あと4日。こんばんは。そう、1月3日まであと4日です。新春グッズ、新春グッズ福袋。決済リマインド。あ、来月買ったら支払い伸ばせる、そういうこと？後払いみたいな。2023年ライブ納めしてきました。お、どこへ行ったんですか。ライブ納め、元旦公演ではレッスンないっすなのって。そう、花だれは基本レッスンないですよ。肌綺麗ありがとうございます。今日はすっぴんです、家を出てないので。眉毛気になるわ。こんばんは。
特別手取りじゃないんだって。まあ特別手取りかもしれんけど、花垂れ公演なので、そう元旦コンサートとか元旦公演ではなく花垂れ公演なので、花垂れ公演だよね。花垂れ公演は花垂れ公演です。クリスマス、クリスマス公演みたいな感じでだったら完全オリジナルだけど、元旦は花垂れ公演なのです。そう花垂れだよ普通に。特別ライブではないです。レコ大のフルーツジッパー見ましたかって。見ましたよ、最初から見ました。レコール大賞6時ぐらいから。こんばんは。見ました。こんばんは。もっちーさんハートありがとうございます。でも一人で6時頃は一人じゃなかったから、誰かと一緒に見るの。いつも一人でテレビ見てるけど、今日は6時頃は弟がいたので喋りながら見ました。私の推しはねピンクの子だよって。フルーツジッパー、弟はどの子が可愛いと思うっていう話をしながら30分だけ、30分だけです。弟は6時半にはいなくなったので。私はカレンちゃんです。松本カレンちゃん。弟はでも赤の子が可愛いって言ってました。タイプですね、推しっていうか。こんばんは。ハロー。予想、あでも予想は緑かなって思ったけど、そうちょっと意外。でも赤か緑って言ってた、だから緑はそうでしょうねって感じだけど。緑はゆいさんだっけ、桜井。うーん、でも押しかぶりしてなかったです。同担じゃなかったので。押し一緒だったらな、話盛り上がるのにな。違ったな。花雪さんキラキラありがとうございます。押しかぶってなかったからダメですわ。こんばんは。そう、あと僕青さんの推しも聞いた。
桜尾さん。え、押しかぶったら気まずくないよ。一緒にさ、話せるやん。良さを分かち合えそうじゃん。見て、これ可愛いよね。ここ可愛いよね、みたいな。ワイなら姉にそんな話振られて無視する。マジ？もうバレてるんで、弟がアイドル好きなのは。弟はアイドル好きだから。押しかぶり見えるかもね。話したいよね、一緒に。そう。けど違った。弟はそう、乃木オタなので。ワイの姉がアイドルだったらまた違った。話してた。でもね、ちょっと前までは全く話してくれなかったですよ。思春期かな。最近はもう全然よう寄ってる。乃木坂さんが可愛いみたいな。工藤さん推し、どの工藤さん？僕青ですか？そう、前まではね全然言ってくれなかったけど、今はもう普通に車で乃木坂さんの曲を自分でかけるぐらい普通になりました。こんばんは。STU の中では誰推しなのって。 STU はね興味ないみたいなんですよ。わかんない、誰も知らないと思う。桜坂さんもね多分知らないな。乃木坂さんだけですよ、ほぼ。あと韓国のなんだったっけな、実はお姉ちゃん。いや、そんなお姉ちゃんは一番嫌いですよ。今日もめっちゃ言われました。もう太い、痩せろってめっちゃ言われました。何キロまで落とせみたいな。アイドルでしょみたいな。私が夜ご飯食べるためにご飯もついてたら太るみたいな、めっちゃ言われました。夜ご飯食べてるだけなのに言ってくるんですよ。厳しいでしょ。だから反論するんです。いや、まだ何キロまではセーフだからみたいな。マサさん、かわいいギフトありがとうございます。意識高い。夜ご飯食べてるだけなのに。そう、めっちゃ言われますわ。私の家族はね、もうデブ扱いがすごいんですよ。なんかこの前も愛媛新聞に乗ったんですけど、そう、お父さんに一番顔がでかいのがお前だから分かりやすいわみたいなことを言われて、まあ、確かにそうだけどさ、そんな言われ方ね。そうで、昨日は足が太いって言われて短パン履いたら足が太いってめっちゃ言われました。大変です。ミニマロンさん、ファイト、ありがとうございます。そう、私の家族のね、男たちはね素直じゃないからね、ちゃんと関われないんですよ私に。だからそういったことしか言えないんです。
そう、ツンデレ。傷つく気にしないって。なんかあんまり気にせんけど、なんか確かにそれはそうなんだよ。まあ事実っちゃ事実やけあんま気にならんけど、どうだろう。安部さん、キラキラありがとうございます。いや辛くはないけど、なんでね口が悪くなる、なんでお前に言われないかんのって思うぐらい。です。なんでさ、関係ないその人に言われんといかんのって感じです。おっさんずサムさん、かわいいギフトありがとうございます。ティーライターさん、ありがとうございます。ワインに言われた？そう、でもね、広島帰ったらダイエットしようって思った。ビスの撮影もあるし、ちょっと減らします。頑張る、広島帰ったら減らします。ダイエット習慣、最近ウォーキングをサボってたから、ウォーキングをもう一回しようって。今日もしたんですよ。まあそんなにしてないけど。そう、実家にいるうちは難しいけど。そんなこと言ってたら彼女できないぞと。そう、興味ないからね、女の子に。ウォーキングを取り入れます、また一時期みたいに。やっぱウォーキングが一番痩せるんですよね、私は。なので広島帰ったらたくさんウォーキングしたいと思います。こんばんは。筋トレは向いてないことが分かったんです。太っちゃう、筋トレ。なんでだろう、腕が太くなったんです。何キロぐらいウォーキングしてたのって。何キロかは分からんけど、1万歩です。とりあえず最低、最低1万歩。多い時は2万とか歩いてた。まあ1万5000ぐらいですかね。1日最低1万歩ぐらいをやった時の方が痩せてるから、ちょっとウォーキングをもう一回しなきゃと思って。そう、腕太くなったんですよ。だからウォーキングして痩せようと思います。でもウォーキングは好きなんですよ。なんか歩いてる時間めっちゃ好き。夕方ぐらいのちょっと暗い時に。筋力、なんか
めっちゃ好き、夜のウォーキングとかは落ち着く、気分転換、無になるタイプです。そう、無になるタイプ。そう、歩き出したら止まりませんよ。地元は歩くの嫌。なんか広島はね、明るくてちょうどいいんですよ、夜も。なんか人もたくさんいるし、田舎で夜歩いたらもうなんか真っ暗すぎて危険なんですけど、いろいろ。広島は明るいし、もう人もたくさんいるから夜でも全然ちょうどいいんです、ウォーキングに。人もめっちゃいるし、明るい、歩きやすいです。全然なんかもう夜でも明るい。そう、そう、田舎は真っ暗すぎてちょっとね、どこに人がいるかも見えないぐらい暗いんですよ。だから急に人が出てきてわーってなる。広島はめっちゃ明るいから夜感じないね。夜をあんまり感じない。猫さん、キラキラありがとうございます。もう田舎の夜はね、お化けいっぱい出てきそうなぐらい暗いです、本当に。でも真っ暗すぎてお化け行っても気づかん、多分。自販機がポツポツぐらいの明るさ。なかなった。やあやあ、ね、広島の夜は明るい。イノシシ、街灯が少ない。そう、もうたまにある自販機です。光はめっちゃたまにある自販機。カエルの鳴き声がすごい。今カエルの時期じゃなくない？夏やっけ、カエルって。カエルさん、庭にイノシシが来る。やばいね、それは。イノシシに私まだ出会ったことはないです、直接。ないです、さすがにね。田舎だけどイノシシに直接会ったことはないです。ない方がいい。庭に遊びに来る？やばいじゃん。クマも見たことないですよ。こんばんは。ヌートリアが2匹いた。何それ、ヌートリアって何？カピバラ？
かな。やあやあ。へえ、でも田舎やけど全く動物に会ったことないですわ。そう思ったら全然ない。なんか本当に全然ない。道で倒れてるタヌキとかイタチだっけ、そっち系しかない。ね、動物は危ない。カラスはどこでもいるじゃん。あと野良犬ね。昔は野良犬がめっちゃいた、下校中に。野良犬から走って逃げたこともありますけど。いやいや、ヘビはいないね、あんまり。ね、イタチはいた。カニ？カニいないね。でも走らんと追いかけてくるやん。追いかけてくるから走って逃げる。鹿はいないね。鹿は広島とかの方がいるんじゃない？愛媛はいないね。犬が前から来るからもう走って逃げるしかない。走ったら余計走ってくるって言うけどさ、歩いてたらさ追いつかれるしみたいな。で、現在走ります。そう、鹿は宮島。キャシャーンさん、花火ありがとうございます。ケンケンパーさん、雪だるまありがとうございます。4周年おめありがとうございます。明日4周年です。犬は何のために追いかけてくるんだろうって。遊んでほしいんじゃない？知らんけど、お腹すいとんかな。明日何時からしますかって、何時がいいかな。年越しはそのまましない。4周年、縄張り。そう、年越し配信とは別にやります。そうだな、どうしよっかな。でも明日、そうね、夕方頃やろうかな。まあ4周年そんなまあ特別にやらんくてもいいやって、なんかもう逆に思い始めて。普通に充電が大切にしたがってた。大切にしたかったけど、なんかまあ最近記念日多いしもういっかって思い始めた。いっぱいなんか祝い事とかもあったし、お正月もあるし。でも4周年の飾り付けを
何時にしよっかな。7時半とかにしよっかな。7時半から7時半、19時半。夜はさ、いろんな番組とかもあるしさ、ね、明日31日じゃん。じゃけん、それは外して19時半夜だよ。昼はあんまみんな見れないから19時半こんばんは。もし暇たぎをするなら23時、まあ30とか45とかからやります。紅白始まった10分後始まってるのか。まあ紅白の見どころ一番最後だから、記念配信は何かしますか？え、どうしよう。でもあれだわ、今思ったけどイヤホン持って帰ってないからカラオケはできないや。普通に今月はもうカラオケしたから来月やな。カラオケはカラオケボックスという手もあるのかな。もう無理かな。もう無理か。埋まってそう。え、埋まるかなその時間。19時半、31日の大事な日にカラオケ行くかな。無理かなっていうのは今から申請してすぐ許可下りるのかなっていう話であって、カラオケ屋って人気なの大晦日。みんな家にいるイメージがあるんだけど、陽キャが年越しカラオケオールするかも。え、陽キャはさ0時にさ行くじゃん、初詣で、その後カラオケじゃない？深夜1時からとか2時からとか。陽キャはまず0時に明けおめってするんですよ、神社で。絶対明けおめするから3、2、1みたいなストーリーで、イエーイみたいな陽キャ。陽キャは絶対カウントダウンするので、カラオケで過ごしたりはしないです。陽キャの偏見ですね。ストーリー撮りながらインスタの、こんなに人いるんだかみたいなストーリー載せて、屋台とか。陽キャ、陽キャの生態に詳しい。そう、見てたからストーリーとか。ね、そう、私はね行かしてくれなかったので行ったことないですね、0時に神社に。そうだからいいなって思いながら見てた人です、家でツイッターとか。あ、こんなに人いるんだみたいな。そう、朝派ですね。
はずぽさん4周年おめありがとうございます。こんばんは。明けおめポスト何は控えろって書いてる。何ルカさんキラキラありがとうございます。4周年ギフト、そう明日4周年です。こんばんは。伊豆田さん4周年おめありがとうございます。明けおめポスト、明けおめっぽい写真ないな。でも去年のとか使っていいんかな。明けおめっぽい写真、なんか晴れ着でさ、明けましておめでとうございますみたいなポストするような写真がない。今年まだなくない？ないよね、何もしてないや。前撮りせんとないんですけど、前撮りしてないからないな。愛媛旅行行っておすすめの焼き豚卵飯食べたよ、ぶち美味しかったって。やったー。あ、歯についた。リップ、ぶちぶち美味しかった。イエーイ。朝日の写真とかないよ。いつ撮るの朝日の写真。ないですよ。よいしょ。足が痛くなった。うわー、明日朝日スーパードライ。朝日昇る海の前で撮るやつ撮ったことないよ。そんなの初日の出見に行ったことないです。行こうかいな。誰かの頭で朝日？初詣行ったらおみくじする。します。護国神社。お
正月やギブルタルコメシア屋さんは休みが多い。まあ飲食店休みが多いよね、基本的に多いんじゃないかな、多いんじゃないかなと思いますね。今日前髪がめっちゃ少ない。どこ行ったんだろう私の前髪。なんで日によって少ない日があるんだろう。前髪どこ、日によって私の方どこ行ったんだろう。旅行中かな、一緒に。こんばんは。一緒に旅行中。前髪旅行、年末28日のおはよう X に乗せた日に食べれたから、それも嬉しかったね。ゆきりかに届け見たよ、知ってたよね、ゆきりかに届け、パセリあのねみたいなのと一緒に。今家に帰ったら大量に餅がありました。いいね、正月といえばお餅食べたい。キツネさんタコありがとうございます。お餅食べたい。お餅を焼いて醤油で食べたいです。砂糖と海苔。お餅、餅好きです。餅、海苔、醤油と砂糖と海苔、丸餅です。懐かしいな、なんか餅つき大会とかあって懐かしい。大量に餅を持って帰れるんですよ、餅つき大会。家族で餅つくのいいよねって。なんかばあちゃん家が餅つきやってたんだけど、なんか機械でやってたんよね。あのエイサーホイサーみたいな感じでやるんじゃなくて、もう機械でポチみたいな、ガーみたいな、 それでやってたからね。うちも機械でやってた、仲間だ、気が合うね。そう機械、そうなんか機械でもうくる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 餅がそう動くんですよ。気づいたらお餅になってるみたいな、練り回されて練り回されて、そうくる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 って。ラパンさんタコありがとうございます。あれ見るの好きでしたね。確かに懐かしいな。最近はやってないですね。そう丸めるのはお手手でやります、さすがに。ね、懐かしい。でも小学校の時の餅つきはちゃんとやってたよ。
さんと手突っ込むやつ、えいはいえいはいってやってました。懐かしい。楽しいよね、餅つき。うす。お。うす。餅つき。うす。懐かしい思い出だよねってね。なんか今年は全然まだ年末感がなさすぎて、もう元旦公演が、元日公演があさってなのがびっくりした。なんかおはようツイート書きながら、おはよう違うおはようメール、まだ先やと思っとって結構油断しとったら、あさってみたいな、やばーみたいな、あさって、もうあと30分40分で明日だわ、やば、明日、ほぼ明日、はい、や、明けおめえじゃん、やだー、明けてほしくない、まだ。めちゃくちゃ嬉しい。え、嬉しいけどさ、なんか明けおめしちゃったらさ、なんか気合い入れてさ、もうなんか新年頑張らんといかんくなるじゃん。なんかまだこの、なんか明けおめしちゃったら、なんかもう新しい一年始まったなって気分になって、結構気合いも入るしね、しっかり、だからもうちょっとのんびり過ごしたいです。お正月配信は夜ですね、夜公演があるので。年越しの話？2024年女です、イエーイ。辰年。ね、1月明けおめしちゃったらもう普通に仕事が始まっちゃう。冬休み終わっちゃう。翼欲しいさん、くま、ありがとうございます。元日公演は DMM になりそう。トレード出ないってこと？人気ってこと？どこだっけ会場。ティーライダーさん、タコ、ありがとうございます。年賀状送りました？届くかな。1月1日、うん、朝やんの生誕とこか。え、当日券ないよね。ないと思う。へえ。りょうたさん、星、ありがとうございます。今からは届かんでしょって。2日あるけん届くかもよ。今日出しても31日。
最近郵便遅くなったよね。普通郵便届くの。こんばんは。結構人気高いから毎年やるかなってね。絶対来年もあるよ。え、今から出しても間に合う？なんか年賀状は特別にさ、ちょっと急いでくれるじゃん。なんか1日に届くように届くんじゃない？でもまあ私の手元に届くのはまだ先ですね。検閲事務所に届いてからの仕分けがあるので、絶対仕分け大変だよ。全員分。研究生も年賀状は受け取れるよね。全員分の仕分けがあるので。ね、何千枚とか来るでしょうね。きっと。あれ、研究生自体もらってなかったっけな。もらえる気するんだけど、年賀状は。手紙と一緒じゃない？ファンレター送れる。ね。1月7日頃にもらえるかな。公演があるときに。牛？牛、トラ、ウ、タツ。4回目。牛の年賀状書いた記憶めっちゃあるもんね。ネズミから、ネズミも書いたな。ネズミも書いた。なんかめっちゃおらん、そう思ったら。ねえ、牛とらうたつ、そんないたっけ。でもネズミも書いたんですよね、最初。そんなにたったっけ。まあ、12月に入ったけんネズミが最初で、そう、牛、号変わってますわ、加入して。結構ね、そう、12月に入ったけんネズミから年賀状入って、すぐ年賀状書いたのがネズミ。ね、もう5種類書いてますわ。年賀状は牛から、ネズミから、それなんて読むの。ネズミ書いたよ絶対。ネズミが餅つきしてるようなイラストを書いたんですよ、2匹めっちゃ記憶にある。ネズミ書きました。三木柴さん、タコありがとうございます。牛の年賀状書いた記憶もめっちゃあるし、ウサギもある。トラは記憶にないな。誰に届いたかまで覚えてる？え、私も覚えてるよ。
こんばんは。でも今年はないからね。残念。え、虎の年賀状記憶にないんだけど。どんなん書いたっけ。うん。こんばんは。今年はないんです。でも七並べで二人に届くから、まああるっちゃありますね。手書きの明けおめイラスト、ブログ、手書きの年賀状いいね。でも絵下手いけんな。炎上さん4周年おめありがとうございます。そう、年賀状は七並べの1位と2位の方に届くので。ゆきりかの年賀状欲しかったね。今年はなかったですね。こんばんは。ね、みちさんは書きそう。あの達筆の筆ペンみたいな。でもアプリで絵描くのめっちゃ苦手なんですよ。だから紙に書いて書きたいけど、紙にと書いた年賀状をさ、写真撮ってツイートするってなったらさ、画質荒くなってむずいじゃん。それもそれで綺麗に写真撮って切り抜いて、むずくない？なんかちょっと暗い、なんか白い紙を写真撮るのってむずいんですよ。黄色く写る、遠ざけて撮って切り抜いたらいいんかね。一番いいのはアプリで描くのが一番いいんだけど、携帯で絵を描くのがめっちゃそう苦手なんですよ。文字とか、文字描くの苦手なんですよ携帯で。だから生誕ティーのデザインとかマジでもうむずい。指でさ描いてるんだけどさ、細かずれるじゃん、手ぶれ。めっちゃむずい、アプリで描くの。ね、こんばんは。タブレットにペンやけどさ、それでもむずいんですよ。タブレットにペン、こんばんは。あのアップルのタブレット専用のペン買わなきゃ。アップルのやつ、 DS のタッチペンですらむずい。え、むずいよね。そうなんよ。スマホとか iPad とかで書く絵めっちゃむずい。ピピエピ、アップルペンシル。今年の生誕ティーのあのウサギも指で描きました。指で。去年のウサギも指で描きました。このアバターのやつね。このもともと人物の方は昔からあったやつなので切り抜いて、ゆきうささんは指で描きました。指で。指で描きました。指アピール。むずーい。このアバターは何の記念に配ったんだったっけ。千日か、千か。じゃあ次アバター作るなら2000なのか。
何年記念かと思ったら1000だったな。じゃあ次は2000か。だいぶ先だな。アバターを作る権利。アバター作りたいなって思ったけどまだ先だったわ。良いお年をありがとうございます。デザインそうやね、まだ1年半ぐらいあるけん素晴らしいもの作れるかもしれんね。素晴ら、先端位でしか作れないのか。ゆきりかアバター、ゆきさん、かわいいギフトありがとうございます。500は無理ですね。500は簡単だからね。500日は1000ってね、そんぐらいのハードルがないとね。365じゃもらえんよ。1年ってことでしょ。私だって明日4年だもん。けどなんもないよ。1年ごとには何もない。1000とかじゃないと。1年毎日アイドルしてる人はたくさんいるから1000ぐらいね。じゃないとポンポンアバター作らんといかんくなる。ポンポン。私は明日で4年です。4年。千穂さんは1年記念でもらえてた。へー、でも今は1000単位になってます。1年単位でいいなら明日作れるじゃん。4年。まあそんなすぐにはデザインが思いつかんけど。へえ、昔は1年単位だったんだ。じゃあ4つ。今ね、 STU とかほぼみんな毎日アイドルしてるからね。まあ1000ぐらいがちょうどいいっちゃちょうどいい。こんばんは。ね、1000、高いハードルだから誰も簡単になかなかできない。ミネさん2000超えてる。すごい、アバター作ったのかな。ミネさんこんばんは。水鉄さんキラキラありがとうございます。ミネさん、アリさん、ミネさん、アリちゃんさんは今日で2322。
すごっ長っ。2322、こんばんは。ショールームアワードみたいなの目指さないのってめっちゃむずいよ。あれ目指していけるもんじゃないです。普通に配信しててその毎日アイドルの数とかギフトの数とかで決まるけど、むずいですよ。明日でふさふさ、本当だ、ふさふさ記念日。ふさふさ、2323、すごいね。7年目だっけ、1期生さんは。2期生が次5年目に入ってて、1期生さんは7年目かな。 STU が次7周年。今7年目か。次7周年コンサートだよね。何周年コンサートやったっけ。なる、次7周年コンサートだよね。周年コンサート好きです。楽しい。いててててて、足が痛い。いててててて、こんばんは。ワイもね、周年コンサート好き。2期の周年も好きなんだけど、今年はなかったから来年かな。ね、周年コンサート楽しいよね。一日楽しい、一日が楽しい。いやいや、なんかオリジナルの T シャツもう毎年楽しみ。周年の大きいコンサートね、2期、まあ来年はね、きっとやるんじゃないかな。こんばんは。2期生5周年。次。7周年なんかゲスト来そうよね。7やけんで、そう、7さんやん。それで惚れるのは7やけんで、7さんしか惚れんじゃない。こんばんは。7なので来ましたって言えるのは7さんやん。こんばんは。ケセラセラの人来るかもって。 7? どういう賭けですか。後悔なんかあるわけないから歌います。一回しか歌ったことない。あれね、やらんのかな。いい曲なのに。
君何？後悔。後悔、後悔。6周年6周年で3期生が入ってきたんだっけ、あれ大きなコンサートで6周年34年したらでもだいぶ先やん。7やろ今20ね、何ば40歳とか50歳とかになっちゃう。50歳だいぶ先。三四郎さん、え、指原さん、テレビで怖そうなドラマ始まった？え、興味深い。何？こんばんは。め、指原さんでしょ。まさかの三四郎さん。三四郎さん？確かにでも来れるけど。34。エスケープアンサー？へえ、なんだろう、怖いの大好きです。今日の私の夢怖すぎて。夢なんでこんな怖い夢見るんだろうって思いました。みんなこんな夢見てるのかなって。みんなこんな夢を見るのが人間って普通なのかって思う。残酷な夢です。1062。ホラー好きだからかな、めっちゃサイコパスな夢見て。でも結構夢ってリアルだから結構不快な感じで起きました。刺される系じゃない。でもなんかどんどんゲームをしていって最後一人しか生き残れんみたいな感じの感じで、そう、一人生き残れるのはたった一人みたいな感じの設定で、私の夢で最後和室に私ともう一人人がいて、でも一人しか生き残れないからどっちかをもうやっつけるしかないんですよ。やっつけんとどっちかしか生き残れないから早くやっつけたもん勝ちなんです。だから最後で、そしてで私が相手の上に乗ってクッション、丸いクッションを置いて相手の体の上に乗って飛び跳ねる、で笑いながらジャンプするっていう、そう、残酷な夢でぐちゃぐちゃってなってるの、その相手が。で私はその人間の上でクッション引いてジャンプしてる、そう、丸いクッションを置いて、和室だったから座布団かなみたいなのを寝てる相手の上に引いて、その上でそうジャンプしてるのみたいな。で私が勝ったの、私が勝ちました。でもグロすぎてなんでこんな夢見てるんだろうって思って。最悪じゃない、こんな夢見るんかな。いや、やられそうになったからもう私はとっさにそうやったの、そうやられ、だからもう先にやったもん勝ちで、そう、
でもすごいよね、夢でさ、そんな変な、こんなドラマ見たことないし。そう、私は勝手にさね、サイコパスな、こんなドラマないじゃん、なんでそんな夢見るんだろうって思って、朝起きて暖房を消しました。こんばんは。でも夢の話なので私は知らない。夢の話です。楽しい夢全然見ない、本当に全然見ない。そう、暑かったので暖房を消しました。後で夢占いしようと。夢覚えてる、あまりにも衝撃的すぎて光景が鮮明に覚えてます。今日の夢は結構なんかサイコパスな夢だったから、なんかいい夢見たいよね。なんかなんだろう、いい夢ってなんだ、例えばアイドルとの妄想とかさ、そんなん見たいですわね。幸せな、いつもグロいのとか追いかけられたり、もう逃げたりです。あ、暖房つけっぱで寝てる。逃げたりしてます。いやね、アイドルとの妄想とかの幸せな夢みたいで、幸せに起きたい、いい夢だったなーって。何時に寝てるんですか。でも昨日は配信が早かったから、そう22時半とか23時ぐらいにはもうベッドに入ってて早めに寝れました。配信が早ければ早い、でも今日みたいに0時までやったらこれからお風呂入ってなので結構長いです。珍しいでしょ。でも0時前には寝てないけど2時とかには寝ました。ボブのユキリカが出てくる。先にお風呂入る？お風呂入れればいいけどさ、髪乾かしたりなんやらしたら結構時間かかるから大変なんだよね。先に入るの。10時までに完璧に準備を終わらしとくんやったら9時には、もう8時半とか9時に入らんと髪濡れたままとか配信できないから、ちゃんと乾かしてしなきゃいけないから、お風呂入ってからやるってなったらまあ1時間前ぐらいに入ればいけるかな。逆にね、急がんといかんけん大変なんですよ。そう、急いでお風呂入りたくもない、確かに。やばい、何分までに出んといかんってなるよね。こんばんは。だからもう配信終わってから入る、ゆっくりゆっくり入ります。あったかいお湯に。朝風呂、朝お風呂入るのはめんどくさいです。夜めんどくさくて朝入る人多いけどさ、朝入る方がめんどくさくない？早起きしてさ、予定ある時間入らんといかんわけでしょ。ちょっと早起きして
ギリギリまで寝たいので。急ぎ入浴します。急げー。朝入ったらシャキッとする。そんな時間ない。朝に、朝にそんな時間はないです。こんばんは。あ、髪乾かす時間がない。確かにそれは便利だ。一瞬で乾くならね。確かにドライヤーの時間が自然乾燥でいけちゃう。でも男性って髪短いけんドライヤーあんまいらんくない？思ったけど自然乾燥じゃない。お父さんとか自然乾燥だよ。お父さんドライヤーしてないもん。弟はしてるけどお父さんはしてないです。こんばんは。自然乾燥で乾きそうじゃない？なんかお風呂上がりにうろうろしてたら乾きそう。スカイラブモード何それ。イモース見たよ。ユキリカ大活躍だったねって。やった、嬉しい。1月1日にね、イモース再放送あるので見てね。弟くんはロン毛ではありません。毛量が多いんです。羨ましいですね。ふっさふさなんですよ。顔真っ赤だね。酔ってるって。嘘、今日飲んでないです。今日でもお酒買おうかなって思ったんですよ。けど太ると思って買ってないんです。いや我慢したんですよ。なんかみかんの、みかん味のそうストロングゼロみたいなのがあって、へえって思って思ったんですけど、お酒って太るよなって思って我慢しました。飲んでないです。そっからやめようと思って。私は飲んでないです。確かに飲んでるわけない。確かに、みかん味があったんですよ。珍しくない？愛媛やけんかな、今コラボしてるんかな。みかん味って思ってすごく気になったけど、それを一缶飲むことによって太るなって思ったら良くない。いや太る、太ります。そうでもない？本当？飲んでも太らない？でも太、めっちゃ太りそうじゃない？お酒ってめっちゃ太りそうやん。なんか炭酸でさお腹いっぱいになるじゃん。だからもう私は飲まないって決めたんです。そんな頻繁に飲んでるわけじゃないけど、と思って。ね、私もハイボール好きです。ホロ酔いとかめっちゃ太りそうじゃない？なんかめっちゃ太った気分になるもん。だからもう飲まないって決めました。私は痩せるんです。顔が赤いのは暖房ですね。部屋が24度あります。
ね、ホルはめっちゃ太りそう。よくない。もろみさん4周年ありがとうございます。こんばんは。キャラメルマキアートより糖質はないだろうけどねって。スタバね。スタバ、スタバの摂取大事です。なお酒は飲まなくてもいいけど、スタバは飲まなきゃいけないんです。私の私生活にスタバは大事なんです。お酒は必要ない、本当に必要ない。飲む意味が分かんない。別にお酒を飲まなくてもいいけど、コーヒーは大事なんです。スタバはご褒美、もうそれだけで元気になれるし、美味しくてハッピーになれるので大事なんです。そう、必要経費。それを飲むことで私は幸せになれるので。スタバ超美味しいじゃん。だって美味しいコーヒーね、テンション上げたい時に大事なんです。ってことで単純読みます。13位、ジローさん12位、ムーランさん11位、ルカさん10位、フェリスさん9位、理化学研究所さん8位、アキアンさん7位、シンさん6位、キツネさん5位、ヤスベイさん4位、ミキヤくん3位、翼欲しいさん2位、ヤスルパンさん1位、ウダムさんありがとうございました。ってことで終わります。うん、いい夢見てねって。いい夢見ます。幸せな夢を見るんだ。平和のアニメでも見て寝ようかな。ってことでおやすみー。